はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。今回は、帰ってきて、あと整理をある程度しました。なんで、行こっかな。何が足りない？鉄パイプ1本分解したいかな。で、よいしょ。これでリペア通路も1個まで作ると。OK。これで完璧じゃない？で、サトウキビも育ってきて、1行増えて、1行1列で、バイクも空にしたんで、確か OK だね。空にしてあるね。で、9ミリパレットと、まあこんな感じのインベントリで、次はどこに行こっか。次はどこに行こっかなー。ああ、これが廃墟の街だったんだね。すぐそばにあったんだね。じゃあ、こいつもフォローしてっても無駄だから、こっちにまさかあるわけないだろうし。どうしよう。どこ行ってみよう。こっち行ってみましょうか、今回は。よし。燃料はいっぱいある。OK。よし。電気も消して。して、今回も廃墟の町見つかればいいけど、目的はちょっと前までと一緒で、何でしたっけ、赤いお花と、なんだ、もう一つはドリルの歯、ドリルの歯を拾ってきたらもう最強になるんで。チカチカしてるね。やばいな。大丈夫かな。まあちょっとだったら。影がめっちゃ綺麗になったな。確かね、前回あれなんですよ。クオリティ設定変えたもんね。シャドウディスタンスをミドルにしたんだ。で、ツリークオリティをミドルにして、グラスディスタンスをノーマルにした。前回ニアだったもんね。ニアのローの、これはなんだっけ？ノーシェードだったっけ？ちょっと変えたんだ。なんか、いい感じの雰囲気になってるよね。なんで残念。こいつでね、でもチラチラこれちょっと邪魔だね。影あった方がいいのかな？どうなんだろうね。微妙だわ。どこだっけ？もう上手いかな。俺はどこ？左。やっぱチラチラしてる感が強いね。ノーシェードにしとこっか、次回からのために。まあ今回はこのまま行こっか。シャドウをノーシェードにして、デフォルト押しちゃったよ。キャンセル。オーディオ、オリジナルビーディオ。うわ、デフォルト押したら勝手にアプライされんの。めんどくさい。フィールドオブビューはマックスで、ロードディスタンスもマックスで、飲むかな。グラスディスタンスノーマルのノーシェード。ウォータークオリティはロー。まあこれでいいんじゃない？ OK。 いいんじゃない。あれ、リセットされないと呼び込まれないよとか言ってたけどさ、実はこれ反映されてるよね。チラチラなくなったもんね。あれあれあれ、なんかそんなこと書いてた気がしたんだけどな、ビデオ。ほら、セッティングス need to be changed while the game is isn't running。 ゲームが動いてない間に設定変えなさいよっつってるんだけど。ピストルか、500機種ね。あ、これいい。こいつもらっとこう。ウェア。よっしゃー、スクラップ。
ぱ反映されるんだね、動いてる間にも書いても。それはありがたい。あ、だいぶ重たくなったけどね。そんなに重たくなる？何を俺設定変えたんだろう。バイク壊れてるだけとかじゃない、実は。そんなことないな。フィールドオブビューってもともといくつだっけ。あるのはただの家かな。まあ遠くまで見えた方が楽だもんね。燃料切れちゃった。まあロード間に合わないからね。多分ロードが間に合ってないね。マップ生成かロードかが。あ、そう、燃料切れたって言ってた。ってことは、やっぱりオプションのビデオで、ちょっと、短くしとくか。同じところで、うろちょろするにはいいかもしれないけどね。どうせメモリーロードするか。そう簡単にドリルの刃出ないか。一軒家もないもんな。ログハウスもない。ないもんね、あれログじゃない。あれ家じゃないわ。廃墟の町見つかればいいけどな、せめて。もしくは、なんか家。鹿さん倒しとくか。やったー。ああ雪はもう終わっちゃったね。まあいいや、今回目的は雪山じゃないから。赤い花これは拾う。これは豚さん。あるか、拾っとくか。あ、食べ物食べてくるの忘れたな。しまったな、しまったな。うわ、今なんか一瞬ラグったね。再起動かましとけばよかったかな。うわ、ビビった、超ビビった今。YouTube 再生しすぎた後だからな。よし、なんもないね。お、いい感じの砂漠というか、なんていうの、広いところ出てきたね。いいなあ。あ、なんかあるよって思ったけど、ただの一軒家か。ここはどこ？ここは明らか一回も来てない場所。どこにいるのかもわかんないね。ダメだ、いった。もう人を殴ってくるから、ガラスはもらおうかな。どうかな、何個取れば床敷き詰められるかな。床、あのシェルターの床みたいなタイルのでもよかったんだけどね。
れもかっこいいから、かっこいいというかまあ床っぽいし、今行くか、いっぱいあったけど、よし進まねえな、赤い花拾ってたらあるからいいか。ここはどこでしょう。だんだんわけのわからないところに行きます。この左とかあったりしないのかな。ないか、砂漠か。砂漠か、ないね。それより道辿ってた方がまだいいわな、きっと。お、これいいじゃん。遅いな。バイクこっちだ。そしたら道に戻って、うわー、俺だったらちょっと近くの別の廃墟の町行った方が早かったね、多分。近くというか少し離れた、分かってるところ行った方が良かったね。これどこに来てるのかも分かんねえもん。22,000か。あ、でも一応家の方向に向かってるからいいか、これで。どうしよっかな、ここはどこかな。左、だいぶなんか変なところだね、荒れ地。これで今家とは全く違う方向に来てますけど、あー、これだいぶ正反対だな。大丈夫かね。塔もないし、シェルターもないし、残念だな。かな、まあ、ダメだ。うん、よし、家は右の前。これは左ですよ、どう見ても。うわ、正反対来ちゃったな。やったー。鹿さん、なんとなく分かってきたかもね、ちょっと。ヒント増えたな。ない。マジか。だいぶ遠くまで来ちゃってるやつでしょ。いやー、バイクでのんびりですね。雪山来ちゃったし、雪山とかお呼びじゃないけど、一応行ってみるか。これダメじゃん。絶対登れないじゃん。行ける。そんなことなかった。
燃料切れちゃったよ。まあ、下り坂だからいいんだけど。下り坂だからいいんだけど。あ、止めたら止まるんだね。下り坂でも。ああ、今しかいなかったっけ。まあ、いっか。あ、ちょっとね、こっち寄ってきましょう、キャンプ。鍋を1個確保したいです。鍋を1個確保したいです。うわ、めんどくせえ。下手に漁らなくていいから鍋確保していこっか。どうせ変なのしか入ってないし。殴ってたね今。拾えないか。いいや、俺のバイクどこ止めたっけ。あれ、バイクあった。うわ、だいぶ迷子な。おー、大丈夫、だいぶジャンプしてるけど大丈夫。そしていいの見つけたから、これを。家に向かって、帰り道になんかあればラッキーみたいなね。あれ、これって家のすぐそば。そんなことないでしょ、どうせ。ここはどこだ。あ、家、あ、家ここか。ってことはさ、近くに廃墟の町なかった？ないんだ。ないんだ、ないんだ。ちょっとこっち行くか、右。今回ただの鹿ハンターじゃん。肉取れてない。あ、肉入っちゃったか。あ、取れた取れた。よいしょ。あ、違う、こんなのいらない、こんなのいらない。まあ瓶とかはいるでしょう。ご飯食べたいか。まあいっか。よし、こいつを追っかけていってみよう。お、まあまあいいんじゃない。ここ漁ればポップ切る。まあまあまあ、そこまで漁る気なかったけど、たまには待ち漁る、待ちっていうかこういうのもね。嘘やん、何回外すん。もうダメだ。嘘、やられた今。ちゃんと漁る。そうね、いいね、いいね。意外と届くんだよこいつ。
強いわ、めっちゃ強いわ。やった、オイル出たね。サクサクだよ、サクサク。よし、止めた。鉄パイプ来たね。あー、もうインベントリいっぱいじゃん。これ食べよう。食べて、これ捨てて。うーん、どうしよっかな。移動だよね、これ。あ、やばい、あれがない、ボルト。クロスボウボルトをちょいと作って、カンカン捨てて、ちょいと作ってでダメやん。バイク、バイク。とりあえず薬を取りに行こうか。まあ、家適当に詰め込んじゃえば。ね、よし、行こう。薬屋さんって珍しいよね。あれ？ポップはピルだから薬屋さんじゃないの？あ、あるじゃん、棚。これだよ、これ。さあ、もう来たね、いいね。出すぎでしょ。さすが薬屋さんだ。よし、そしたらこっちか。作ってるね。こいつも漁れるね。いいね。お、やった。こいつ待ってた。ブラッドドローキット。やばい。飲み物、飲み物、あ。飲み物、水しかない。まあ、いっか、水で。いいね。よっ。いいね。だいぶいいよ。どうしよう、これかいしよう。うっそー。よし、来てるね。まあ間に合うでしょ。インベントリー入らなかった。よいしょ。よし。なんて、なんてすごいんでしょう。やばいね。王が安定感ありすぎだわ。ちょっと残弾見ないといけないけど、ちゃんと。全く見ないで攻撃してるけど、今。
どうしましょうか、このオイルは。まあ、これいらない。ブロークングラスとかいらない。インターナルブリーディングでしょ。何に使うかわからない勢いでいらないわ。内出血してどうすんのっていう。ゾンビに食わせれるのかな。それならわかるけど。ファーストエイドキットを作れるだけ作りましょう。5個しか作れないんだ。うわ、めっちゃビビった今。めっちゃビビった。何が起きたか全く理解できなかった。これ隣の部屋ってどうなってんだろうね。こういう感じか。まあいっか。そしたらさ、硬いんだ。いやいや、こっちはいいや。もう今回もまた26分ぐらいやっちゃったんで、ここら辺で終わりたいと思います。で、次回は正面のショットガンストアを漁って、またどっか行ってみようかななんて思います。今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次の動画見てください。セシカでした。